はい、トークルのトリガー実況プレパート58でございます。今回は海底神殿を攻略していきます。もう最後のねエンディング回収に向けて、ひたすら走っていくのみとなりました。仕掛けは解かんといかんからな。低ダメージの入るマールだったらいいんじゃね。繋がってね。だよねツー。ちゃんと減ってる HP。
面倒だ。ダメージいけ。入りますね。オッケー。で、あ？いや、落ち着かないやつ。
ってと、お、負けないといけないんだな。ご丁寧に頭も再生してら。耐えちゃうんだもんな。結構ね、強めに設定されてるんですけどね。OK。たんびにね、こうなんすよ。
さてさて、もうちょっとでエンディングだ。かな。あ、ある。すごいな。
何もねえ。通り。ヘッティングはどこだったのかな？手前か。ここだな。OK。結構息があるからな。
ちいちめんどくせえな、おい。あ、能力を得たわけですが、次のエンディングは目前となっております。はい、とりあえずね、今回はここまでにさせていただきまして、次回はですね、まず魔王との一騎打ちだね。その後は、最後のエンディングをいよいよ見に行こうかなと思います。では、クロノトリガー実況プレイパート58、最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見に来るなー。